光が窓に見えるとそこに目が行ってしまうんだよね。そうよね。これもあるんですよ。
その高大寺の高大寺の住む池はちっちゃいんですけど、これ小さいでもこれも最高に綺麗ね。ここに欅の茶色の綺麗に映ってるんですよ。ここの下にここあれがここにもみじねえもみじがあってその下にここあここここそこねそれこっちこっちこっちもみじがこれあれも綺麗ね。ここがもみじで綺麗になる。私とあなたと行ってみてる場所が違うんだけど、あ、そうね、あそこに焼きあるでしょ。あれがここに映ってるでしょ。わかりました。でもこれも綺麗ですよね。色はないけど、そう色はないけど、すごく綺麗。この辺には行けないんだね、人がいないと。
中です。朝いる夜いいよ、大丈夫、開いたらいいよ、見える？綺麗じゃない？綺麗だ。ね、湖面が揺れてる。湖面が揺れてる。何？すごい水に映ってるね。水の中にある。うん。ちゃん気をつけてね。あ、すいません。いいよ。この方は。見て。はい。綺麗？あそこにもなんか写真っていうか見るとこあるんだ。気をつけてね。なんかあそこなんか波紋が立って。